はい、おはようございます。おはようございます。本日は2020年10月の16日。はい。およそ300メートル10時半です。海道を右方向です。昨日までは室堂にまだ朝いましてね。はい。室堂から昨日は一気にね山降りて立山まで降りてきまして。海道を右方向です。今度はね、あの宇奈月駅からトロッコに乗ってね、はい、結構往復で時間かかりましたね。1時間半右方向で1回で、またね黒部市内の知人のところに寄らせてもらって、はい、今日は広島帰るか、途中でゆっくりさせてもらうかですね。まだちょっと全然決めてないんですけどね、今日も、はい、今のところ広島に帰りましょうっていう話ではいるんですけど、こんだけ天気いいとねところね、天気が悪ければね帰ろうか、はい、まあ、ちょっとね、あの今日は用事があって岐阜のね、また飛騨の方をこれから目指すわけなんですけど、和歌山の方の道の駅をちょっと潰してね、お土産買って、うん、岡林さんの土産もそうだね、この辺で買っといてもいいかもしれない。でもし止まったら明日でもって話でしょ。そうね、どうしようね。でもし止まる人はもうちょっと走ってがいいのでね。いや、そりゃそうだよ、こっち止まったらあんまり見ないでしょ、うん、高山とかで止まってもしょうがない、しょうがなくはないんだよ。ただ明日頑張るっていう話になるわけで、ちょっと海が欲しいじゃん、そろそろ。いや、どこまで行くの？だからやっぱり辰の周辺まで行って、明日はほら瀬戸内海でも眺めながら帰ってくるのもありかな。うん、なんか道の駅の宿あんまないんだって。にしても普通の宿でもあんまり値段も変わらなかったりするのかな。まあ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 、その場所次第だよね、どこ取るかでしょ結局。うん、ちょっと道の駅の宿見てみましょう。久しぶり車内車中泊、何の備えもなく急に車中泊、シート倒せるからね、荷物あるしね。だからこのままでも嫌だよね、さすがに疲れとれるのに。今日岡山で泊まれる。すごい、岡山って、でも岡山で泊まったらもう帰った方がよく見つけないですけど、ね、そうね。でも岡山か兵庫あたり、神戸フルーツフラーパーク大沢泊まれます。高そうだね。道の駅でも？うん。また日本海側を戻るって言ってもある。またちょっと。鳥取行かないって言うよ。また鳥取行くのもなんか怪しい、うん、帰ってきちゃったなどうでした、すごかったよ富山土産買ってきたからそれで今度富山帰ってきやがったんですブーメランだ楽しんでますねって言われちゃう。おーよ、楽しんでるよ。だからね、会社なくなってもらったら困るんだよいろいろ意見言う、俺意見ね、なんか回覧あるたびに意見をあげるけども、なくなってもらっちゃ困るから意見あげるんだよ。よりいい方向に、より良い方向にしないとダメでしょ。
ですよね。およそ2キロ。帰ってきた。高速道路入り口。それもありかな。え、23日あたりつの休み。うん、そうそう。だからまだいるよ。帰ってきちゃった。高速乗ってくる。とりあえずは。そうしないと大幅に遅れちゃうんだもんだって。ああ。それ一歩しゅればいいんじゃない？それぞれ早いの逆に。多分、いやいや、早くはならない。ただ通り道なの、単純に。ああ。だから、ろくな土産がない道の駅もあるから。一応二箇所だってこと、うん、神戸ホテルフルーツフラワー。ちょっとね、あの話聞いた後に神戸はちょっと行きづらいね、今ね。割引適用金額お一人8,090円。高えな。適用で8,000ちょっとね、うん、ってことは普段で1万いくらそれ5万円だからね。神戸ホテルフルーツフラワー。ちょっと俺白雲してるから道頑張ってね、うん、指図しないからね。できないからね。逆走とかやめてね。前回間違ったところからまた帰る。そこやられてしまうと俺もう本当にこういうあのことやってる場合じゃなくなっちゃうから。それであの時間使われちゃうんだ。右方向、高速道路入り口です。その先、発見所です。神戸フルーツフラワーホテル。予想してたけど、なんか緊張になりそうだ。なんとなくそんな気がしてる。天気がね、悪ければ帰ってんのよ。天気のせいです。一人7,700円。右方向。一泊朝食付きで。もう楽天チームは取れないんでしょ、多分。取れるのかな。元に戻ったはずよ。あれ戻ったの、うん、あれ今日空いてねえよ。楽天だと。とか信号が見えない、うん、大丈夫なまだし。いや、停止線が止まればよかったけど。大丈夫。前が大型車の時は、ちょっと車間を空けて止まればいいんですよ、そういう時は。まもなく発見所です。その先、分岐を右方向です。ダメですよ。え？ダメ？うん、高いよ。ここにはないの、道の駅。あるけど、もう日本海側になっちゃうの。ああ。日本海側でもいいんだよ。まもなく右方向、だったら鳥取でいいんじゃない。ただだし、言ったらまた鳥取をちょっとなんかさ、鳥取のあの辺温泉あるじゃん。それでも高いか。温泉宿だと。この先温泉に合流します。あれだけ
家だって遠いよね。空いてる？そうかな。
段も高くないし、もうやめてね。何が？いや、運転さ、大丈夫だ、グーンって行くからさ。あー、なんだ、いいとこ思い出したね。ドービーね。あそこならまあ安定してるとか、そんな感じではないのかなと思う。あー、ドービーね。この時左からの合流。
ワンポイント。海外通行です。それは、つまり宿泊にしか使えないの？いやいやいや、違うよ。買い物にも使える。うん、じゃあ、いつもほら、ピザ頼むとか、うん、使ってる期間限定。その期間内に使わないとなくなっちゃう。9,000円ぐらいだったのかな、2人で。ああ、うん、うん、元々は、うん、なんだけど、GoTo 使ってそれが13,000円ぐらい、2人でね、うん、2人で13,000円ぐらいになって、で、はい、そっから4,000円引いて9,000円ぐらい。飲料水のそれなら、かなり安くなる。GoTo トラベルキャンペーン、地域共通クーポン、旅行先でのお買い物と飲食にご利用いただけます、宿泊施設にて3,000円相当の商品券が、よし、日付間違えてましょうか、今日16日、 OK、 じゃあ予約します。ツインルーム、一応チェックインは24時にして、あの29時まで OK なんで、29時って朝5時じゃない？そんなことになるかいっていう話だよ。でも仕事の人はそうなる人もいる。だから逆に言うとレイトチェックアウトも OK になったな。なんか12時ぐらいまでは滞在 OK みたいなのが書いてある。まあそこまでいる気がないからそこちょっと読んでないかもしれない。12日チェックアウトプラン、楽天限定ポイント10倍予約します。はい、こっち、はい、はい、なんかった、はい、予約しました。ありがとう、みんな。はい、これで今日の運命は決まりました。今日帰らないということになりました。そもそも出発から30分後に今日帰らないことになりました。大丈夫だよね。何が？大丈夫だよね、引き継ぎ。18日の3時までに帰ってればいいんだよね。うん。だから今日16日だから、今日一泊して明日17日だよね。で、明日丸1日あって、そのうちに帰っておけばいつも通りって感じ。うん、そうそう。そうだよね。大丈夫だよね。問題ないよね。もう間違ってたら、ね、悲しいことになっちゃうね。はい、30分前までは今日多分帰ると思いますって言ってたのが、30分だったら今日帰らないことになりました。だって転勤だもん。高校時代からよくあるやつですよ。天気いいから学校行かない。天気悪いと学校行くのに天気いいと学校行かない。いや今日はねアルペンルートもいいでしょうこれね。今日は一日通してるとそんな雰囲気。ああ今日変えたい。谷口さんもね、いいところに行ったの。そうね、うん、山好きならね、だから行くのがちょっと計画かかる。まあ、ちょっと行かなきゃいけない。あんまりまただたさん、家が出すぎちゃう。
Thank you.
るんだけど、これが4時間で有料道路だからお金もかかる。で、あの高速有料使われる九頭竜湖経由だと、富山から飛騨、飛騨から郡上の方まで行って、要はぐるーっとこう行って行くルート。あんまりなんか言ったら、まあ、田中さんとか長いしっかりしないと、うん、結構まあ夕方っていうか、まあ、まあどの道4時間ぐらいはかかる、うん、田中さんとか、なんかね、
で作られた6軒のロフだ。
ば、あの、いつだっけ、ゴールデンウィークだけが10連休ぐらいあったのに。たぶん。で、10連休でしょ、うん、あれ、何年に1回ある話、もう次に作るか分かんないぐらいでしょ、そんなの。で、必ずみんながみんな10連休なきゃいけないしね。俺ら有給申請すれば通るしさ、それが。混雑に巻き込まれるわけでもないでしょ、好きな時に取れるから。混雑嫌だったら別の時にずらして取ればいいんじゃないのって話。まあ、そもそも混雑する時期はお前ら休みないけどねって話。それはサービス業だもん、当たり前だよね。まあそれはそう。お盆休めないのが嫌だって、バカじゃねえのって話で。そりゃ休めるわけねえだろう。ただね、やっぱりどうしてもね、それでもほら、そのタイミングでどうしても休みたいっていう風になれば、まあ、ダメとは言わないじゃん、会社もさ。けどまあ理由があればっていうでしょ。俺一回だけ広島にいる間にお盆休みもらおうかなって思ってる時もあるんですよ。関門海峡の花火大会だけ見てるから。だからほら、連休じゃなくてその行く日1日2日だけでもいいんかな。だからその言ったら次にその2回にまたいでもいいのかなって。言ったらほら、例えばそのお盆の真っ最中、まあ、例えばね、10日11日にその関門海峡の花火大会で休んで、そこは有給でさ、でそれ以外にあの月末の方とかさ、決勝の方とかでさ、普段どおりの休みもらってもいいじゃん。それがありならまあいいのかなって。繁忙のタイミングならもう十分分かってるので、ダメって言うんだったらもうダメで構わない。ただ広島にいる間に一回だけでも関門海峡の番組体験を見に行きたい。ダメとは言わない、省庁の会社。じゃあ関間さんが普段頑張ってくれてるからねって言ってくれるでしょ、うちの会社。ただそれがほらやっぱりね、代行さんとか支配人が足りないようなね時期だとちょっと厳しいなってなるけど、ないよ。だってもう俺ワークに勤めてる時、そんなね繁忙のタイミングで、ね、休ませてくださいって、ね、そもそも言えなかったもん。そもそもの休みがなくなるでしょ。2TQ で 3TQ の休みですらごめん来てくれってなるわけでしょよ。ごめん来てくれどころかも自らもうこれ行かなきゃダメだねっていう状況でしょうよ。あんなの比べたらね、ほんでね、普段の休みでもちょっとこの時期このね週に休みたいとか選べるでしょう。ない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 。そんなありがたい話ない。この先会社なくなったら困る。マジこの動画社長見てほしいよ。関村さんが普段どんなことを言ってるか文句もあるよ。それ、まあ、だって文句はあるよ。そりゃ文句不平不満あるけど、じゃあそれはねどう改善していこうかって話すりゃいいじゃんっていう。そんな訴えるとかさ、そういう話に、ね、なっちゃうの。まもなく料金所で、その先右方向でさらに分岐が続きます。不平不満あるんだったらこうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないの、帰らんで普段から意見あげていいじゃんっていう。そう、改善策をね、こう提案せずに文句だけ言ってんじゃねえよって。おめえはパートのババアかって言いたくなるんだよ。その辺も書いたけどさ、社員、俺らも社員だって。ああ、外野でいるつもりはないんです。で、左つね、そうだね、外野でいるつもりはないもん。ちゃんとやっぱり支配人として意見を上げていく方が会社はより良くなるでしょう。支配人の立場からはね、やっぱり支配人じゃないと見えないから結局。
見言わないのも意見を言わないっていう意見とかあるよ。しかも社長に直々に意見が言える会社なんてねえよ。まあ例に送ってもらえねえ。まだいいかな。いや俺に聞かれてもわかんねえ。燃料系見えねえんだもん。燃料は全然大丈夫なんだけどさ。じゃあいいじゃん。まだいなく、まだこの先もあるかな。あるよ。まだ80キロあるのか。これチューリップ公園前ってさ、うん、出てってて多分ね、うん、だってその名も道の駅トナミだもん。ああ、トナミチューリップ公園でしょ。やろ例のチューリップ公園。いや、そういう人も思ったんだけどさ、うん、やっぱりうちの会社のベッドの方が寝心地よくね。うん、やっぱりしっかり寝れるのよ、あっちの方。マリオットとかより。マリオットとかね。マリオットはなんか違うよね。違う。違ったか、なんていうの。なんか高級感はなんか、まああるはあるんだけど。寝づらいのよ、なんか。もう道の駅行くの、こういう。あれ、そう、行くよ。あ、行くね。いや、曲がっちゃダメなのかな。知らん。道の駅入ってる。あ、入ってる、あれ。一番入ってる。曲がってから行くの。じゃないの。だから右に曲がってすぐの左なんじゃないの。そう、分からんけど、とにかくこっち側の車線にいたんだけど、道の駅で行けそうにない。うん、およそ 700m チューリップ公園前の右方向です。気使ってんだと思う。社長優しいのよ。だから、だったらやめろってこう俺だと下手だと言っちゃうよ。じゃあやめたらいいんじゃないですか。かつて何度かね、何人かに言ってきたけど、このセリフ。他にね、やりたいって人はいくらでもいますんで。ただそういう言い方するとほらね、他の支配人もなんて言ったらいいのかな、なんかあるとそういう風に言われちゃうのかなってこう怖くなっちゃうから、やっぱり、ね、言わないっていうところもあるんだと思うの。なんかあったらそういう風に言われちゃうのかなって思ったら言えないでしょ、言う側も。どこでもあるよ。そこで右に戻るんでしょ。まもなくチューリップ公園前の右方向です。その先出口1付近です。右方向です。ここは道の駅です。まもなく出口1付近です。その先400m先、はい、右方向です。道の駅砺波です。はい、これ道挟んで両側ともそうなのかな。向こうもナビ上だと背中側だよね今。うんうん、道の駅は。ちょっと一本のここで声はいっぱいだけどさ、何言わせるの。あ、よかったね。止めるの。ここじゃまた。え、何、こんなところからバックしたら入れないでしょよ、これ。あ、いや、間違いない。目の前に行くの。